鉄側有害者の一例。秩父鉄道住む4023鉄側有害者とは、日本の有害化者の一種である。鉄道省、日本国有鉄道における、車両記号は、対象末より、旅客車を手始めに、構成車両が製作されるようになるが、鉄道省は1925年に、構成有害者は4万5000型を制作することとなる。 この貨車は当時製作していたワム32000系の外側板を単純に後半に変更しただけで内張りを持たず、また屋根は木製のままとされていたが、実際に運用すると特に貨機は副車熱の影響を受けやすいことがわかり、当時の主要貨物である米などの輸送に不適なことが判明する。そのため、1928年の造備車から、 厚生有害者にも打ち張りが設置されることとなるが、それ以前に制作したは4万5000型は運用上の制約を受けることから区別の必要があるため、同年に行われた改版により、新車種、鉄側有害者、住む一型として区分されることとなる。こうした事情から、国鉄における、囲碁の増備は1955年に、 ワム3500型を交代化した際に一度行われただけに終わるが、木造有害者に比べれば防水上有利で相対的に構成の有害者よりも軽量なことから、袋詰めセメント輸送の多い私鉄では1960年代まで製造が続けられることとなる。2015年4月時点で秩父鉄道に2両が残るのみだが、営業用としては使われていない。ありがとうございます。